じゃなくてもこれは怖すぎるよ。あそこのあれ、あった、優勝トロフィーだ。てめえ抜け駆けする気か。そっちこそ、あれは俺が見つけたんだぞ。お兄ちゃん、やれやれ。でもまあ、あいつらの意地の張り合いもここで手締まいだろ。やあ、遅かったね、ユウたち。待ちくたびれたよ。なんだ。いざ、華麗に決勝バトルを始めようか。飛行船を使うなんて反則じゃないか。大会のロールブックには飛行船禁止なんてどこにも書いてないのさ。これぞルールの穴を見抜く知力プラス暇と金に明かせて限界以上に鍛え上げた体力、そして僕が飛行船で華麗に頂上へ着くとライバルたちはすでに疲れ切っているという時の運、全てを備えた僕こそまさにキングオブ勇者。何が勇者だ、ただの卑怯な変人じゃねえか。ユウたちは分かっていない。この卑怯な作戦を堂々と行うのにどれほど大きな勇気が必要なのかを。そんなわけのわからないへりくつどうでもいいよ。今すぐ琥珀から離れやがれ。こいつ口だけじゃねえ。ちなみに僕のパートナーには琥珀を登録しておいた。僕と琥珀がビクトリーを分かち合う。ユウたちには華麗に全滅してもらう。華麗なるビクトリーをこの手に。
兄者、負けるなんて。こんな作戦じゃ俺たちには勝てないよ。残念だったな。一度勇気とは何か考えてみるんだな。これで優勝は寝具か翡翠。もっと強くなりたい。また大きくなっちゃったかしら。アンビリーバボー。僕が負けるなんてありえない。あってはならないんだ。こんな手を使うにはまさに絞り出すほどの勇気が必要。でも僕の名誉を守るためだ。なんだこの匂い。ま、待て、アーメス。そうはさせるかよ。最後まで卑怯な勇者様だな。総理、琥珀、そして永遠にグッバイ。逃げられたか。でもこれで琥珀のスピルーンは取り戻したぞ。いや、まだ終わりじゃないぜ。そのスピルーンを俺とお前どっちが取り戻すのか。ああ、そうさ。どっちが琥珀の本当の勇者なのか。ここでさせようぜ。いい加減やりすぎだぞ。シング、お兄ちゃん。危ねえ、少女。どうしていきなり魔物が。なんでだよ。まさか、さっきの粉の匂いがこいつらを呼び寄せてる。死なせない。一瞬だが、ジョーちゃんの瞳に輝きが戻った。あれがジョーちゃんのスピリアの力か。すごかったよ、琥珀。あのスピルーンで高いとこが怖くなくなったんだね。うん、今も怖くてたまらないよ。でもそれでもシングとお兄ちゃんを助けなきゃって、絶対助けなきゃって思ったの。聞いたか、おめえら。誰かのために立ち向かう強さ、その強さがスピリアを鍛える。
ああ、ただ突っ走るだけが勇気じゃねえ。そんなもの、勇気でもなんでもねえ。琥珀の方が、俺なんかよりずっとずっと本当の勇気がある。すごい子だよ。翡翠、ごめん。俺、琥珀にいいとこ見せたくて調子に乗ってた。俺は昔から琥珀が本当の勇気のあるやつだって知ってたけどな。意地を張るだけの俺なんかよりずっとな。どうやらおめえら二人ともあのスピルーンの影響を受けちまってたようだな。身に染みたろ、おめえらがやったみたいな勇気はただ身を滅ぼすってこった。確かに今回は琥珀が一番の勇者だったかもね。私もそれに関しては異議なしね。うん、ああ、まったくその通りだぜ。おっと、両チームが敗北を認めてしまいました。今回のナンバーワン勇者ライオグランプリ優勝者は琥珀ハーツさんです。私が、ちょっと待って、それとこれとは話が別でしょ。いいえ、ルール上敗北宣言は即時ギブアップとみなし、当大会委員会は琥珀ハーツさんを優勝者と認めます。じゃあ私の賭け金はパー？琥珀のソーマは私とは関係ないし。嘘でしょ、私一文無しだわ。皆さん、勇者の塔キングクロスを制覇した真の勇者の帰還です。琥珀が優勝なんだからトロフィー受け取っといでよ。皆様、盛大な拍手を。今大会の最高勇者琥珀ハーツさんです。なんですと。あっと、皆様お待ちください。ここで重要な情報が入ってまいりました。なんと琥珀さんはアーメス組として登録されていましたが、アーメス組の登録変更が参加締め切りの後になされていたことが判明しました。よって優勝は無効です。残念ですが今大会は優勝者なしという結果になります。優勝者なし？じゃあ賭けはどうなるの？わじゃあ僕が当たった？実は僕ギャンブルギルドで優勝者なしに賭けてたんだよ。お前さ、俺たちが出場してるのになんでそんなとこにかけてんだよ。それはストーリーには劇的な結末を求めるのが芸術家のサガなの。しょうがないだろ。でも優勝が取り消されてもさ、俺は琥珀の勇気二度と忘れないよ。どうしたの琥珀？熱があるじゃないか。大丈夫？
まだ不完全なスピリアでいきなりソーマを使ったんだ。おそらく疲れが出たんだろう。そうね。じゃあ一旦ホテルに戻って休みましょう。